おはようございます。はじめまして。はじめまして。さやさごころです。井上理子です。よろしくお願いします。なんと今回の動画の趣旨はですね、井上理子プロのバイザーにも書いてありますが、マルマンさんのクラブの魅力を伝えながら、まあ、井上理子プロのマルマンさんのクラブですね。はい。いろいろね、私も情報をもらいながら楽しくラウンドしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、今日緊張とかしてますか？そうですね、ちょっと若干緊張してます。はい。しますか？はい。普段は緊張される方ですか？いや、試合とかでは全然緊張はしないタイプなんですけど、ちゃんと魅力伝えられるかなってちょっと心配になってるんですけど。大丈夫です。マルマンさんのクラブは、実は1回だけコンペのシダで打ったことあるんですけれども。あ、そうなんですね。はい。打球音っていうんですか？ああ。だから、爽快感みたいなのすごいあって、それ以来打ったことがないので。進化してるので、打ってみてください。楽しみですね。では、ラウンドに参りたいと思います。おやばいやばいやばい、全然問題ないです。問題ないですかこれ？うん、多分大丈夫だと思う。実り初めてです。実り初めてなんです。お願いします。お願いします。あ、実りだ。大丈夫かな。全然見えない。まあまあ、いろいろありますね、朝は。はい、朝は。まあ、左よりは右ですよ。プロフィールをもう最初にちょっとみんな、井上プロってどんな人ってすごい気になると思うんで話していきたいと思います。はい。今、はい、おいくつですか？今25歳です。25歳。でゴルフはいくつからやられてるんですか？ゴルフは一応9歳で、坂田塾っていうゴルフ塾に入塾してから本格的にやってたんですけど、一応家が練習場なんですよ。なのでもう家が練習場。そうなんですよ、家が練習場だから、小さい時から遊びでちょっと打ったりしてました。じゃあお父さんお母さんもゴルフされる感じ？そうですね、母はもうしないんですけど、父は今でもやってます。転がれ。まあ、ありがとうございます。さすが。結構ラフ深いですね。私もびっくりしました、今あっち打ったらめっちゃ深いと思ってセカンド打つときに、まあ、状況を見てどういうことを考えるんですか？はい、そうですね、今の感じだと、はい、とりあえず、まあ、距離が145ヤードだったんですね、ピンまで、うんうん、でもちょっとラフが深かったから、うん、多分これはキャリーは出ないなと思ったんですよ。はい、でも手前が開けてたので、まあ、奥に行くのはちょっと避けたいなと思って、手前で、まあ、乗んなくてもいいから手前。そうですね、もうキャリーが出ないけど、まあ、転がる、多分直接乗るともういないので、そうですね、グリーン、はい、だからもうアプローチでいい、アプローチ寄せてパーだなっていう気持ちで打ちましたら、もう結果、はい、結果うまくいった感じですけど、まあ、ここら辺にいたら OK の。ああいう時に乗せようとか、はい、そのグリーンオンにもダイレクトにとか思うともうミスになっちゃうから、そうですね、この辺っていう、そうですね、手前のこの辺。あ、弱っ。上り結構。そうですね、ちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。完璧。では井上理子プロのクラブセッティングを紹介していきたいと思います。はい、ドライバーからいきましょう。ピコ。お、もうなんか私あの金ピカ出てくるだと思ってたら金ピカじゃないですね。はい、私はこのマジェスティのロイヤルっていうの、はい、やつを使っているんですけど、はい、私前もロイヤルブラックっていうやつを使っていたんですけど、うん、それよりもさらに進化して、あのすごい高い弾道でキャリーも出て、しかもそこからランも出るという、全部一番大事なドライバーで重要な要素。はい、おお、うん、ディアマナ RF の X の 50g、はい、で
9.5 度。はい、9.5度です。おお、結構ロフト立ってますよ。立ってるんですけど結構、はい、上がるので優しいクラブだと思います。次ウッドになります。3番です。お、結構3番ウッドは使い込んでますよ。そうですね。3番ウッドはこれはシャトルという丸盤のクラブなんですけど、はい、うん、この丸盤さんにお世話になった時からずっとですよね、はい、使ってるので、ここの減り方がちょっと違いますもん。長年使ってる感が、はい、ちょっと名機なんですね、自分の相性が、はい、一緒にずっと戦ってきた。でこちらのシャフトがアッタスのロックスターっていう種類なんですけど、で 50S ですね、はい、これもアッタス。でその5番ウッド、5番ウッドも一緒です。同じですね、はい、でシャフトも同じ、シャフトも同じです。 U3、 はい、一緒なんです。 U3 と U4 は一緒で、これもシャトル、シャトルはすごく球も浮くし、うんうんうん、打ちやすいんですよ。へー。でこれは UF って言って、はい、ユーティリティとフェアウェイウッドの間というか、ここちょっと分厚いんですよ。そうですね、なんか高さもかなり厚みもある、はい、じゃあこれはもうウッド、そうですね、もうフェアウェイウッド寄りなので、もうウッドとして打ってもらったら、はい、私はウッドとして使ってます。これはいいかもしれないですよ、 UTT が苦手な方はマルマンさんのこの UF 間のクラブ試してみてください。はい、同じですか。はい、同じです。でこれも UF の 4U ですね。はい、続きましてアイアン紹介していきます。6番から入ってます。バンキッシュという種類のアイアンです。空洞になってますよ。はい、そうなんですよ。私去年までコンダクターっていう種類の軟鉄のクラブを使っていたんですけど、それがちょっと難しいなって思って、でバンキッシュに、今年からバンキッシュを使わせてもらってるんですけど、すごく飛ぶし高く上がります。やっぱり高さって大事ですよね。そうですね、やっぱり高さが出ないとグリーンも止まらないっていうのはあるので、女性とか男性でもその力があまりない方たちはスピンをかける力がないので、高さで止める。うーん、5番アイアンで打ってた距離を6番アイアンで今出してるんですよ。全然違いますね、はい、それで1番って違うって。そうなんですよ、それで高さも出るので、すごく打ちやすいです。はい、シャフトが MCI、 はい、 MCI の60S です。これ MCI って何でしたっけ、あのなんか間でしたよね。あ、そうです、途中までスチールがなんか入ってて、ね、スチールとカーボンの、はい、ハーフみたいな。アイアンが6、7、8、9、10が入ってる、はい、はい、不思議なのが出てきたので紹介したいと思います。普通だと10番がピッチングなんですけど、ピッチングと10番は一緒なったやつが多いんですけど、マルマンはピッチングと10番は別なんです。だって P ありますもんね、はい、はい、その10番と A の間が空いちゃうっていうことで P、 ピッチングが、はい、また入ってるんですけど別で。なるほど、 10PA まであって、これがまたバンキッシュ同じですね、はい、A はバンキッシュです。52度とかが A になってますね。あ、そうです、 A が50度だったかな多分、はい、A が50度、はい、その次はもう58なんですよ。なんか急になんかちょっとなんか見たことないなんかなんですかこれ。急にこれはもう建造プレミアムっていうウェッジなんですけど、これマルマンさんのクラブなんですか。はい、ちょっと結構渋い、建造ってもう漢字で書いてあるかな、ちょっと渋さ初めて見れてるこれすごいですね、はい、これの良さもちょっとじゃあねラウンドでね、はい、行きましょう。で、あとパターがオデッセイですね。はい、オデッセイのピン型のパターです。はい、はい、以上、クラブセッティングになります。よし、これは、狭いですね、狭いですよね。しかも、ティーグラウンの刺す位置が間違いない、難しい、こっちから。うん、ナイスショー、ありがとうございます。なんかローだね、ちょっとローだ、こうやって来ました。めっちゃ行きましたよ、ちょっと木まで行っちゃった、むしろ。ナイスショー、もうすごい坂田塾っていうのは坂田信弘プロっていう男子プロの、そのプロがもうだいぶ昔に日本のゴルフのレベルを上げたい、
なので子供の時から英才教育をさせてあげたい。だけどまだその頃は高くて、もう子供なんかができるようなスポーツじゃなかったんですよ。 なのでその坂田プロがもうメーカーさんとかにお願いしたり、お金を出してくださったりして、練習場もタダで使わせてもらえる、クラブもタダでもらえる、コースもタダで使えるっていう環境を作って、その塾を始めたのが、それが坂田塾なんですよ。福岡にあるんですか？もともとは熊本からなんですけど、熊本の出身なので、その坂田プロがで、熊本、福岡、東海と神戸で北海道でも、今もその坂田プロも年齢が結構上なので、あの新しい子は入れないようにしていて、まあ、閉まったところもあるんですけど、プロで言ったらすごい有名な小賀美穂さんとか上野桃子さんも、そこの塾でなんですか？そうです。有村さんもちょっといらして、はい、結構男子プロもたくさんいますし、結構厳しくて、坂田塾はこう礼儀とかにもすごく厳しくて、眉毛は剃るなとかだからもうボーボーで、もう剃ってたら怒られちゃうから、もうボーボーで。髪はショートカットとかじゃなかったですか？それはないんですけど、こう結構あんまり可愛い格好とかはできない、ゴルフに集中しろみたいな感じだったので。でもなんかいつからこうマルマンさんのクラブをこう使うようになったんですか？マルマンさんのクラブを使わせてもらってるのは去年からなので、まだ2年目なので。そうなんですね。新入りなんです、はい。それこそ坂田プロがマルマンの契約プロなので、はい、その流れでというか、その私までお世話になることになったんです。はい、狙うわけでね。バンカーは200ぐらい、右狙いすぎるとね、サンダル狙えなくなるから。左すぎた。ちょっと勘弁して。右。あ、ちょっと。まあでも多分。ナイスショー。ありがとうございます。完璧です。あ、超えてる。え？あ、最後ちょっと入ったかな。はい。入っちゃいます、ね。さっきあの坂田塾さんの話したじゃないですか、はいはい、どういう教えを最初されるんですか？まず最初は6番アイアン1本で素振り、この6番アイアンで1本素振り1本で3時から9時まで、まあ、ハーフスイングですね、をひたすらひたすらさせられるんですよ。でも本当に球なんか1球も打てない、ずっと素振りさせられて、坂田プロが、はい、お前は打っていいよって言うんですよ。お、なるほど。その多分スイングを見て、はい、お前は打っていい、したらその人は打てる、でもそれもずっとハーフスイングなんですけど、それもハーフスイング、はい、ハーフでずっと打つんですよ。でも本当月一いらっしゃるかぐらいなので、それまではずっと、嘘、1ヶ月間6番アイアンでハーフスイングしかそうですよ。もう、ラウンドはいつあるんですか？ラウンドはまだ全然です、はい。で6番アイアンでフルスイングができるようになって、許可をもらえたらサンドウェッジと6番アイアンとパター、パターで一応ハーフラウンドできるようになるんですよ。その3本で3ヶ月ぐらいはとりあえず素振りと、すごい感じでスパルタ、はい、でもそれ大事なんだよね。そうですね。クラブになってイエーイみたいな感じで言ってもさもうマジ全然いいボールも出ないし、今日は暴れる日だ。ましたけど大丈夫。まあ、弱い、ナイスです。
ございます。